おはようございます。おはようございます。大内です。横山です。自己満足大学のお時間です。それではご覧ください。失敗したか。今回やりたいのが、普段僕がものすごく苦手なんですけど、うん、僕自意識がすごいんです。自意識、自意識が過剰。自意識が過剰。そう、お客さんの反応をダイレクトに受け取ってしまう。はあ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 。でもそれはね、そのまあ大内さんだけに限らずというか、結構みんなあるんじゃないですか。そう、あのスタニスラフスキーさんが、はい、あの注意の輪っていうのを言ってるんですよ。注意の輪。そう、なんか大中小でいろいろ輪があって、まあ、分かりやすく言うとなんですけど、はい、まあ、大中小の小は個人に集中する。自分に集中。自分に集中。例えば何か思い出すとか、晩ご飯のこと考えるとかでもいいし、携帯をいじるとか、うん、本読むとかで、第2の和っていうのが対人というか、うん、1対1で、まあ、とか、あと動物とかでもいい。はいはいはい。あーかわいいねーとかっていうのも、ここのやり取りで、やり取りが第2の和で、はい、で第3の和がむしろカメラとかお客さんを含めた全員、もう目に見えるもの全て、じゃあもう今まさに第3の和みたいな感じのことですね。だからそれをそのシーンとかによって使い分けていけば、緊張とかしなくなりづらかったりするから、はいはいはい、この特訓しておきたいなと。今言ってたその本を読むみたいなのあるじゃないですか、うん、その本を読むでも誰かにこの後喋りかけられるっていうのが分かってるから、本を読むのに集中しないでそっちに意識しちゃってる時の反応と、この本をしっかり読んでて本当に喋りかけてびっくりする反応だとやっぱり違いますからね、うん、外に向けて緊張してる時はじゃあ一旦こっち向けて、あ、落ち着いて、じゃあ第3の話、うん、みたいなってことですね。そう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 、まあ、やり方どうしようかなっていうのがあって、はいはいはい、見てる人が、はい、今これ第2の話、第3の話かな、第1の話かなって分かれば、はい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 、それでいいんじゃないかなって。確かにそうですね。そう、自分が自分でここは今第1の話でやってるんだ、第2の話でやってるんだ、第3の話でやってるんだっていうのが明確にこう提示できてればいいってことですね。それを見てる方も分かるもん、完璧。はい、確かにって思うんで、ちょっと練習してみましょうよ。そうしましょうか。はい、はい、それじゃあ実践しますか。実践しましょなんか斉藤さんが撮影してる、なんかインタビューみたいなの見てる。ああ、いや斉藤さん綺麗な人よね。うん、いいね斉藤さん。いらっしゃいませ。はい、ハンバーガーを一つで、はい、かしこまりました。はい、689円になります。ハンバーガー一つお願いします。ハンバーガーお願いします。少々お待ちください。まあ一番わかりやすいですよね。まあ自分でその学ぶ新人だったのかな。はい、そうですね。だからレジ学ぶ集中している第一の輪は。はい、復習かなしてて、ね、いらっしゃいませで第2の輪になって、第3の輪後ろの人にハンバーガーを注文するとか頼む。分かりやすい、よかった、すごいいいですね、うん。まあ、台本とかやりながらとかでも、はいはい、意図して第2から第1に集中変えた時に相手が変わるかもしれないし、芝居が、そういうのもやっていけたら面白そうですね。普段の生活の中でもね、例えば誰かに怒られてる時にあーとかって考えてる時にあ、これ第2じゃない、今第1の輪やな俺、向こうめっちゃ第2だけどみたいな風に思うかもしれないんで、確かに
まあ、今日はこんな感じですかね。そうですね、はい、なので今日はあの覚えてほしいのはその集中するの大事だよ、その集中の仕方は、まあ、1、2、3、はい、全集中、2の呼吸、3の呼吸があるよ。そうですね、自分に集中、1対1で集中、第三者も含めて全体に集中ということで、はい、それだけ覚えて帰っていただければ結構でございます、はい、それでは今日はここまで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。